ありがとうございます。降って湧いた幸運とでも思っていてください。真昼にダメ人間にされてる。私、天音くんに触られるの好きです。お前の素を見てもそれが好きってやつがここにいるだろ。天音くんがそばにいてくれてよかったです。泣かせたくない、嫌われたくない。真昼にはそういう感情が真っ先に来るのだから。天音くんがダメ人間なのは前から知ってますけど、すごくいい人なのも我慢強いのも知ってます。仕方ない人ですね。今度は私の番ですよ。私はずるいんだって。